ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、天才は 1% のひらめきと 99% の努力である。天才とは単にひらめきが優れているのではなく、普段の努力の結晶なのだということ。発明王エジソンが残した言葉として有名だよね。蓄音機や白熱電球、映画なんかもエジソンの発明とされています。そんな数々の発明をしてきたエジソンですが、彼のような天才になるためにはひらめきだけではダメで、努力は欠かせない。努力の重要性を教える言葉として後世に伝えられてきました。だけどこの言葉の真意は実は違ったみたい。本当は 1% のひらめきを感じ取ることができれば、 99% の無駄な努力をしなくとも大丈夫ということで、 1% のひらめきが大事だってことを言いたかったみたい。これを新聞記者が勝手に解釈して記事にしたんだとか。その後の会見でも、努力の重要性だけを成功の秘訣と勘違いしていると非難しています。努力も大事だけど、ひらめきも同じくらい大事ってことなんだね。ちなみにエジソンはオカルトにも興味があったみたいで、幽霊と会話する装置なんかも研究していたみたい。この言葉は英語ではこんな風に表現するよ。Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. 今日のチェックポイント。Genius 天才。Inspiration ひらめき。Perspiration 汗。やみくもに努力をしたって目的が達成できなければダメだってことだね。自分の得意分野をしっかりと見極めた上で、そこに集中してエネルギーを注ぎ込む。その努力が実を結ぶように頑張ろうね。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。 See ya!